ニコラウス・シュナイダーニコラウス・シュナイダーニコラウス・シュナイダーは、ドイツの福音主義進学者、牧師。2010年11月9日から、ドイツ福音主義協会、イークド・ツネギ委員会議長。妻の癌発症のため2014年11月10日付で、イークド・ツネギ委員会議長を退き、さらにイークド・ツネギ委員職も辞任することを2014年6月30日に表明した。 2003年から2013年までシュナイダーはラインラント福音主義協会議長であった。2013年に年齢を理由に宗教会議長職を離れた。2013年3月1日に公認の宗教会議長に選出されたのはマンフレート・リコースキーである。ニコラウス・シュナイダーは1966年デュースブルク市中央にあるギムナジウムでアビトゥーアに合格。 ブッパータールベーテル神学大学、ゲッティンゲン大学、ミュンスター大学で、福音主義神学を学んだ。陽光労働者の息子であるシュナイダーは1976年11月14日に、デュイスブルグ市付近玄で牧師に、認職された。1977年から1984年まで、デュイスブルグラインハウゼンで牧師を務めた。そこで炭鉱及び鉄鋼労働者の雇用確保に、 力に尽くした。1984年から1991年まで、メールス協会地区の社会奉仕担当を牧し、1987年から1997年まで、メールス協会地区長を務めた。1997年に、ラインラント福音主義協会副議長、2003年に、ブッパータールの改革派保縁協会において、ラインラント福音主義協会議長に選出された。 2005年1月に宗教改装会は新たに8年の任期を加えることを承認した。2010年2月24日、丸ごとケースマン辞任後にシュナイダーはドイツ福音主義協会イークドツネギーン会議長に就任した。ケースマンと同様に政治参与を継続することを彼は表明した。教会の職務に限定するだけでなく政治問題にも積極的に関与することを 彼は示した。ラインラント宗教会議長の人気最後である2012年において、教会補助金不正流用に関するスキャンダルが発覚した。金融投機によって、教会関連施設財政が破綻し、宗教会による救済が必要になった。2014年6月下旬、シュナイダーは2014年11月10日に、妻の病気のため、ドイツ福音主義教会、 イークド常ねぎ員会議長の職を辞することを発表した。2007年ケルンで開催されたドイツ福音主義協会大会でのニコラウス・シュナイダー・シュナイダーはリベラルな社会体制を擁護する協会人の代表的存在である。この関連において彼は社会倫理と経済倫理を強く意識している。繰り返し彼は民主主義的構造を脅かす。 多国籍企業の大きな影響に注意するように警告を発している。さらに経済活動による企業収益の増大と社会の冷淡さも批判している。兵器製造とその配備を彼は包括的な形で否定しない。ドイツによる武器輸出問題において ARD の番組で意見を述べた。世界にある悪は現実の存在であり1934年に出された。 バルメン宣言を彼は引用しながら法に基づく軍事力による威嚇と行使は国家の責務であると語っている。さらにこの考え方はニコラウス・シュナイダーは1970年に結婚し3人の娘の父親である。末娘は白血病で2005年2月に死去した。彼女は闘病日記を残した。そこで彼女は ガンと戦う感情と生命への親しみを表していた。末娘の死後に手記を集めて、シュナイダーは妻と共に闘病日記を出版した。ありがとうございます。